歌曲、マス、シューベルトの直筆プ、マス作品 32D550 は1817年にシューベルトが作曲したドイツリートの一つ。シューベルトのピアノ版総読唱曲としては極めて人気の高い楽曲の一つ。3節からなるシュトローフェンリートであるが、第3節がシューベルトおなじみの技法によって大幅な変化をつけられている。 シューバルトの歌詞に曲付けされており、歌詞はずる賢い漁師が罠を使って魚を釣り上げる様を歌ったもの。しかし実際には男はこのようにして女をたぶらかすものだから若いお嬢さんは気をつけなさいという意味の具意となっている。アレグレット4分の2拍子。変に蝶々。冒頭はピアノの六連符による滑らかな味付け。アズデデエフエフデアズの歌声は 非常に有名で、日本では電話機の保留音にも使われている。なお、この歌曲の有名な前奏はシューベルトによるマスの5度にもまたがる書き直しの中で第5項に初めて登場したものである。現在一般に歌われているマスは第4項をもとに他の項を部分的にに挿入しているペータース版ンが大半であり、その前奏は第5項によっている。 シューベルトのピアノ五重奏曲、マス D667 は、第四楽章がこの歌曲を主題とした、変奏曲であることで有名であるが、作品全体の主要な主題も、素材的にマスの旋律と関連付けられている。シュトロー・フェンリーとの死の最後の村ジを、シューベルトは省略している。役詞としては、チョエン・リョーコや堀内恵蔵によるものなどが存在する。ありがとうございます。